総学会の皆さん、こんにちは。今日はですね、日年召集は今や日研集になっているのではないかと。日研集とかね、えー、よく言いますよね。総、え、科、ー、学科や日年召集を日研集と呼びですね、あたかも以前の日年召集とは異なった執文であるかのように会員を欺いております。しかし日研集、 などという宗派は世界中のどこを探しても存在しないわけですね。創価学会がなぜですね、それじゃあ日蓮召集を日研宗と呼ぶのかといえばですね、日蓮召集の歴史、協議信仰のすべてを否定してですね、宗門を貶めるためであると言えますね。 えまた日蓮召集が周奏日蓮大聖人よりも後藤大日憲聖人をですね、教祖のようにあがめる集団に変質したと会員に、えー、思わせるためであると思いますね。で、また日憲聖人がですね、創価学会を破門した張本人であると会員に思わせてですね、 えー、会員の憎しみを日賢商にお一人に集中させるため、えー、また創価学会が辛抱してきた二転召集の歴史、競技、信仰などのすべてをですね会員の目から覆い隠すため、えー、また会員は二転召集への連母の心を捨てさせてですね宗門攻撃の罪悪,罪悪感をですね薄める。 ななどの、まあ、こういういいい理由に、えー、よるんじゃないかと思います、えー、しかし日蓮召集は第2層日光証人以来ですね血脈骨髄に基づいて日蓮大商人の教えを現在まで正しく伝承している唯一の教団であってですね、えー、教義信仰のすべてにおいて何ら変わっておりませんしたがって日蓮商人の代になってですね 衆門が変設したなどということはですね、全くないのであります。えー、むしろこの世に実在しない日研集などという,う集団名を挙げてですね、えー、日前召集を貶める創価学会こそですね、日前大商人の仏法を破壊して、高線ルフの前身を、えー、大いに阻むですね、卑劣な棒を 公募集団であってですね、邪教、池田教と言うべきではないでしょうか。えー、今日は以上です、えー。総学会に疑問を持っている方とかね、何かお話ししたいという方は私大阪でございますんで、えー、いつでもお電話ください。電話番号はですね、下に、えー、携帯の番号を書いておきます。えー、今日は以上でございます。